そういえばさ、これもしかしたら届くんじゃないかい？おお、いけたいけた。お店か。なるほどね。ここでシールだったり塗り絵だったり台紙も変えちゃうんですね。まあ、でも台紙はある意味必須だよね。買っといた方がいいですよね。じゃあ塗り絵も買っといて、でシールも買っときましょう。な、いっぱいあった。そっか、どうしようかな。一応上から順番に買っておきますか。こんな感じで。で、今どんなもんですかね。ちょっと確認したいかな。シール34枚。まあでもそれなりのペースでは集まってきてる気がするな。まあひまわりの種も積極的に集めていきましょうか。これ3枚目ぐらいなんだけど、それおお。まあね、でもね、もらえるものはね、どんどんもらっていきましょう。普通に難易度上がってるんだけど。よっしゃー。おお、メガネくんだ。でさ、これもいけるんじゃない？もしかしたら。よーし。カブくんも大丈夫っすね。ハムハー。カメのカトリーヌがいなくなっちゃったよ。カメさん。よし、オッケー。でね、多分ね、こっち行けるようになるはずなんで、こっちの方行ってみようか。この丸太さんね、持ってきましょう。これまさかのハム太郎が。ハム太郎が仕事をしていないんだが。よーし。で、種拾って。お！なんか持っていけるぞ。持っていけるぞ。ああ、そこで寝てる。ってことは、こうして、これでいいんか。じゃあね、渡っていきましょう。お椀で渡るよ、一寸講師。なるほど、なるほど。一応操作確認ね。左右ね。なるほど、そういうことか。うわ、意外と、意外と進む、意外と進む。結構パワフル。そんなスピーディーのある戦いになるとは思わなかった。おーし。な、カメさんもいたよ。どうしようかな。あれ、あとここにいらっしゃいましたよね。移動したんかな。
よーし。普通にむずかった。で、上に来ることができました。種拾って、あ、いたいた、よかったよかった。つつかれてるんだけど、つつかれてるんだわ。こっちは、こんな感じ、ちょっと違った。なるほど。じゃあ種取って、みんなで起こす。まだひまわりが咲いていないんです。それでジャンハムちゃんも落ち込んじゃうし、虹の材料は手に入らないし、美味しい種も今年は取れなくなっちゃうかもしれないし、それは大変じゃん。冷静、どうすればひまわりを咲かせられるか長老知りませんか？今年は雨が少なかったからの。なるほど。寝てる。すげえ場所で寝ちゃったな。水をたーんとあげてやるといいかもしれんの。お水、それをバケツリレーで運んでこのひまわりに飲ませてやるんじゃ。バケツリレー、多分これが説明かな。咲かそうひまわりバケツリレーで、 LR か。で、一応攻略も見よう。なるほど、ミスをしないで高得点。よし、やってみましょう。まあ、多分こうしくんだよね。そういう感じか。あ、そういうことね。意味が分かった、意味が分かった。意味が分かった、意味が分かりました。ごめんなさい。え、めちゃめちゃ難しくないですか？クリアできたけどさ。やったー、ひまわりが本当に咲きましたよ。すごいぞ、すごいな。ジャジャンハムジャーニーを見せてあげるんだ。オッケー、行きましょう行きましょう。早い、素早い。どうしたん？おお、よかったっすね。
大将くんとカブル君が後ろに。虹の材料ですね。これで黄色が OK ですかね。さあ2色目です。そう、今日も今日とて東京温度の練習。大将くんが普通にいじられるようなポジションっすよね。これで黄色が OK ですね。あと5色か。細かい探索はね、後ほどやるっていうようにした方が結構回りやすいかもしれないですね。一旦どんどん進んでっちゃってっていう感じで。とんがりくん、とんがりくん、とんがりくん。にゃあハムジロー、久しぶりだな、元気だったかい。君たちは知ってるかい？どんな願いでも叶う四つ葉のクローバーのこと？四つ葉のクローバー。それなら本で読んだことがあります。なんでも、クローバーは普通三つ葉なんですが、ごく稀に四つ葉になるクローバーがあるとか？その四つ葉のクローバーを手にした者は願い事が叶うらしいですよ。家が欲しいわ。どんな願い事でも、それはすごいぞ。でかいな。かっこいい。大将くんが大将くんかわいそう。学校で見たという風の噂を聞いたことがある。じゃあ学校か。でもそれが本当かどうかわからない。縁があるならきっとどこかで出会えるさ。ハムザエモンハムザエモンになってる。さあ、ということでお次は学校ですね。さあ、ということで四つ葉小学校行きましょう。ハムハー。学校で大事件発生だって。一体何があったんだろうね。何があったんでしょうね。ひまわりの種がありました。じゃあ入っちゃっていいかな。おお。本館に何か用でありますか。なんと四つ葉のクローバーでありますか。うん。そういえば望遠鏡のところに物知りなハムがいるのであります。もしかしたらそのハムならわかるかもしれませんです。はい。おお。ありがてえ。この学校にものすごい名探偵が来てるんだって。ハームズどっかで聞いたことある。ハームズ。いつも望遠鏡を見てる物知りなハムがこの先にいるんだよ。そいつは花壇の上から学校中を見ていていろんなことを知ってるよ。大丈夫かな。なんかめちゃめちゃ聞いて得られた情報が1週間の時間割とかだったらどうしよう。カビゴン並みにカビゴンに近い可愛さを感じるんだけど。力
近づけないか。で、こっち行けるっぽいですね。こっち行ってみよう。これ若干迷路みたいになってるやつ。で、降りられるわけではなさそうなんで、行っちゃいますか。お、ハムハー、何か僕に用？いつも望遠鏡を覗いてるハムは今はいないよ。違うのかってことは別の方。何かを遠くからぶつけることができれば。じゃあ何かしら探してくる。僕のボールが遊んでいたらどこかに行っちゃって。ボールか。ボールっぽいな。ボール探しますか。でね、こっちもね、行ってみよう。この間そこのパイプに落っこちたんだ。それでね、気がついたら下の鉢植えの前に倒れてさ、びっくりしたよ。じゃあいけるんですかね。とりあえずこっち、おお。そんな普通にあると思わなくて逆にびっくりしてるんだけど。これ中入れる？そうでもないか。あー、でもこっちに来ることできるんだ。細かいっすね。そのボールさっき水に乗って下から上がってきたんだよ。ピタゴラ感があるね。で、これでいいんじゃないか。よーし。逆にもう一匹の子が危ないんじゃないか。望遠鏡を見たら足を滑らせてパイプの上に落ちてしまってね。いや、本当に助かったよ。ありがとう。何かお礼をしたいから、僕にできることだったら何でも言ってくれよ。ねえ、四つ葉のクローバーっすよね。でも自慢の望遠鏡で覗けばもしかしたら。お、これはどこなのだ。なんか変なものがたくさん見えるのだ。これな、怖いわな、確かに。あ、マフラーちゃん。マフラーちゃん、ミニマムサイズみたいになってる。とりあえずそこに向かっていけばいいのかな。理科室のようですね。おはようございます。校舎の左端に抜け穴があるから、その穴から校舎に入るといいよ。ありがとうございます。大丈夫かな。大丈夫かな。でね、あとこっちも気になるんだよね。よかったね。これはハムアクション、押して登ってどすこいハム。ボタンは A ボタンだけっぽいけど。とりあえずやってみようか。ただこっちもいけるっぽいね。まあやっていこうか。まあ大将くんだよね。力系っすもんね、どっちかっていうと。ああ、そういうことか。
これもうちょいいいタイム出せたかもしれない。まあ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 、大将くんだ。これだけ水の勢いが強ければいろんなものが上まで運べそうですね。なるほど、これで上に来ちゃうんか。でね、ちょっとこっち気になってるんだよね。皆さんにお願いがあるんです。この間の大雨で花壇の横にあるパイプが外れたんです。皆さんでパイプを運んで元通りにくっつけてくれないですか。これか。でも人数的にいけますよね。うわー、マジか。まだ必要と。仲間もうピクミンだよ。そろそろピクミンレベルになるよ。この上で俺の友達が帽子を作ってんだ。できた帽子を上から落として俺がキャッチ。いいチームだろう。いいチーム。マジか。で、単純にマフラーちゃんを仲間にすることはできそうなので、これはマフラーちゃんがパワー系の説があるのではないですかね。ハムハー、あれが帽子ね。なんかこっちになんかあったぞ。中曲げなのだ。中曲げなんだ。それだけか。なんかあるかなって思った。カブル君がかぶってくれるのかと。じゃあとりあえずはマフラーちゃんを勧誘するところからですかね。あら、チーマルちゃん、こっちか。いたー、チビマルちゃん。チビマルちゃんはマフラーちゃんと一緒にいたはずじゃん。よーし。ではね、引っこ抜いておきましょう。113番と、もう一本。さあ、115番ですね。一応試してみる。これでパイプ持ち上がっちゃったら、ちびまるちゃんが、ちびまるちゃんパワー系っていう。ちびまるちゃんが最強だったか？これまさかすぎるな。よし。OK。で、一応お話聞いてみよっか。そうか、もう一回ボールが必要。この先に帽子を作ってるハムがいるんだけど、その帽子がとってもかっこいいの。それとなら交換してもいいよ。了解。